確かに。お、しかもまあまあでかくない？社長、社長、うわあ、え、社長、7C ですか。うわ、プロトなんでモザイクかけた方がゆる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 、やば、新しいヘッドってやつ、やっば。はい、もう一発いきましょう。もう次待ってなくてぶち抜いていいんで。やば、普通に置きで。さすが、うわマジやっば、釣りすぎ釣りすぎ、うへへ、社長、社長さすが坂間だ。え、足坂6でボトムジャーク、いい、さすがでございます。めちゃめちゃ今日釣れるじゃないですか。2匹目っすよ。さすが。え、俺も釣りたいんですけど。え、どの辺？大きい？うん。パクって。くそ、こんなティクタイにタイに投げとる場合じゃねえな。え？夢かなったじゃん。そうだった。あんなでかいの釣ったばっかだった。もうあれのせいで今中毒性が高いから、これ一回釣っちゃうとダメだね。しかもさ、なんか40とかならまあまあ、55出ちゃったからな。食った？やばいやばいやばい。でかいでかいでかい。やばい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 。うえ、おったー。うえ、おけっ、あ、やばいやばいやばい。おお、グッドサイズじゃないですか。いましたね。いましたよ。食わんかっただけ。流れの中にいた。うん、思いっきりこの下にいた。うわお。流れとシェード。結構でかいじゃん。太いね。太いね。さすが流れの中にいるバスです。ね。あ、いたいた。ごめんごめんごめん。ごめんね。うえ。ドライブスティック。パッド。パッドの方。いいバス。いいバスですね。太いですね。よし、写真行きましょうか。いいな、俺も釣りてタイに投げとる場合じゃない気がしてきたな。ってことはでもタイにでも食う可能性はあるってことだよね。もう一匹おらんかな。そうそうそう。うわ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 、来い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 、来た来た来た。いや本当にそんなレベルで今出てきた。うわーマジかー。40ぐらい食わんかなこれ。今の出てき方食ったと思った俺、びっくりした。